私は三栄尾行に行ってきます。実はこの恐竜も三栄尾行が作りました。数々の目を引く看板作りの現場に行ってきます。私は今回下郷地にある三栄尾行に行ってきました。三栄尾行は主に真庭市内の看板や案内標識などを作っていて、過去にはたくさんの賞に輝いています。実際どんなことをしていて、どんなふうに働いているかを見てきました。おはようございます。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。三栄尾行の青木です。よろしくお願いします。これは全部作ったんですか？はい、全部作りました。そうですね、我が社はいろいろと特徴のある形的にも材料的にもそういうのを心がけて、どこにもないやつを作っております。それぞれどんなイメージで作られたんですか？そうですね、まあその場所そのところに合わせていろんなところを作ったんですけど、まあ、これはまあ茨城に半崎があって、半崎をこうモチーフにしたり、ヒルセン、ジャージー牛をモチーフにしたり、こういったのを作っております。看板はどうやって作られているんですか？そうですね、まずデザインをこうしてね、これから始まるんですけど、このデザインをこういいものにするためにはもうちょっとこう動かしたり、そういうことも考えて。ちなみにこのキャラクターは？あ、これはあのこの地元のキャラクターの桐太郎という。見たことはある？あります昔から作ってあるんですよ、地域で桐太郎桐太郎ということで今でも親しまれております。ここではどんな作業をしているところですか？ここではあのカッティングマシンでカットしたものをこうやって文字を抜いたり、これをまあ車に貼ったりするんですけど、そういうあの剥離作業をしております。瀬高地の学校の前の交差点にこういう看板見たことがありますか？あります。ありますか？はい。どうですか見てから？なんかでかいな。あ、でかいな魚がでかい魚がね、こうなぜ魚ですかとかいうイメージはわかりますか？わからないですか？これはね、この魚のイメージは、まあ我が社にもあるんですが、ここら辺が霧が多いところで、霧はまあ雲海とか言って、雲の海と書きますよね、雲海。その雲海の中にこういう魚が、目立った魚がいてもいいんじゃないかと思って作ったんです。実在はしてないんですけどね、こう想像的にこれあったらいいなとかいう、こういう魚が。それでまあ作ってみて、まず山の中になぜ魚がおるのかということから不思議だなとかいう感じで見た人がですよ、そういうイメージを、あの私はいろいろなことを発想して、なぜとかいうのが印象に残るでしょう。なぜ魚なの、ね、そういったものを作りたいと思っております。地域の活動にも積極的ですね。そうですね、やはり
みんな住んでる地域がこう活性化せんとね、やはり楽しくないですが、楽しいことはみんなでやろうということが僕のモットーなんで、一生懸命頑張って生きております。最後にこんな看板を残したいとかはありますか？そうですね、やはり手仕事の伝統的なこう手仕事を作ったのを残してみたいですね。